こんにちは、ナナです。今回もよろしくお願いします。今回ご紹介していくデザインはリクエストをいただいた根元グラデーションのやり方をご紹介していきたいと思います。今回も私の左手を使ってご紹介しているんですが、順番にですね、一番簡単な根元ですねのラメグラデーションを人差し指、そしてスタンダードな馴染みやすいピンクのカラーで中指、そして濃いカラーで小指と親指ですね。で、親指にはラメを交えたグラデーションのやり方、そして薬指が一番難しい濃いカラーに濃いカラーを合わせた根元グラデーションのやり方、順番にご紹介していきたいと思います。それぞれポイントをご紹介していますので、順番に見ていただけるといいかなと思います。それでは今回使っていく道具はこんな感じです。普段は100均のカラージェルを中心にご紹介しているんですが、今回は根元グラデーションのやり方になりますので、私が普段使っているカラーでですね、調色を作ってそのカラーでですね、グラデーションのやり方をご紹介していますので、私が普段使っているカラーを中心に今回はご紹介していきたいと思います。デザインだけでなく、今回のようにグラデーションのやり方だったりとか、あとはフレンチのやり方というような感じで、何かですね、そういった感じのもののリクエストもありましたら、ぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではどうぞ。それでは早速カラーを準備していきたいと思います。まずは薬指の濃いカラー以外のベースのカラーですね、オフホワイトのカラーを作っていきます。白のカラーとクリアジェルを混ぜていただいて、だいたいクリアジェルが5に対してカラージェル2ぐらいの割合でですね、作っていただければ大丈夫です。でそこにですね、このベージュのカラー、ちょっとピンクベージュのような感じのカラーなんですけれども、これをほんの少しこんな感じで入れていただくと、真っ白ではないオフホワイトの肌なじみのいいカラーに仕上がってきます。これをベースで作っていきたいと思います。続いて薬指のベースのカラーです。もともとあるボルドーのカラーとクリアジェルを混ぜ合わせて、少し柔らかめにシアカラーに仕上げていきます。クリアジェル1にカラージェル1ぐらいの割合で混ぜていただければ大丈夫です。でそこにほんの少しだけ黒を混ぜていただくと、少し深みのあるボルドーに仕上がってきます。続いて少し濃いめのボルドーを、この3色を使って作っていきます。ボルドーを少し柔らかめに肌なじみがいいようなカラーに作っていこうという時は、私は基本的にベージュのカラーを混ぜ合わせていきます。ベージュのカラーとボルドーのカラー、そして黒のカラー、ごめんなさい、焦げ茶のカラーですね、の3色をバランスを見ながらですね、お好きな感じに作っていただければ大丈夫です。クリアジェルは同じようにですね、倍ぐらいの量入れていただければ、こんな感じに柔らかいカラー出来上がってきます。続いてこの3色を混ぜ合わせて、ピンクの肌なじみのいいカラーに作っていきます。これが一番ですね、とてもなじみのいいカラーに仕上がってくるので、一番根元グラデーションを作っていくのにスタンダードなものと考えていただければ大丈夫です。これも同じようにベージュのカラーをベースにですね、ピンクのカラー、そして焦げ茶のカラーを混ぜ合わせていきます。で先ほどと同じようにクリアジェルを作ったジェルの同じ分の量ぐらいですね、をこんな風に混ぜていってください。と焦げ茶のカラーを強めに出していただくと、肌なじみがいいカラーに仕上がってくると思います。でちょっと色合いを見ながら、私もこんな感じで少し焦げ茶を足していきました。続いて茶色のカラーです。明るめの茶色のカラーをベースに焦げ茶のカラーを足していきます。今回ほとんどのカラーに、私このベトロの85番焦げ茶のカラーを足していってるんですけれども、これは本当にくすみカラーとして私使っていっているので、このカラーを混ぜていただくと、どんなカラーもですね、とても馴染みのいいカラーに仕上がってくるので、この85番使っていっていただくといいかなと思います。続いてこの3色を混ぜていただいて、ボルドーにですね、合わせていく濃いめのグラデーションのカラーですね。ボルドーのカラーをベースに焦げ茶と黒をですね、強めに出していただくと、濃いカラーになってくるんですけれども、あまり黒が強すぎてしまうと、やっぱり馴染みが悪くなってしまいますので、ボルドーと合わせていくときは、これ私の勝手なおすすめなんですけれども、
黒よりも焦げ茶のカラーを強めに出していただくと、深みもあって馴染みがいいので、私はそっちの方がおすすめです。あとは同じようにですね、クリアジェル同じ量取っていただいて、こんな風に混ぜておいてください。こんな感じで濃いカラーもですね作っていくんですけれども、実際爪にのせてみた時にですね、少しもうちょっと濃い方がいいなといった時があると思いますので、これをベースにまた焦げ茶などを足していくといいと思います。では続いてラメです。クリアジェルとラメを2種類ですねミックスさせていきたいと思います。私よくラメのミックスですね、シルバーとゴールド混ぜていくことが多いんですけれども、シルバーのラメを多めにしていただいて、ゴールドを少しというような割合が一番上品で綺麗に見えてくると思いますので、ゴールドが強すぎてしまうとちょっときつくなってしまいますので、シルバーを多めに作っていただくといいかなと思います。もう1種類は濃いカラーとちょっと合わせていく時のラメを作っていくんですが、同じでもいいんですけれども、ちょっと違いを出していきますので、シルバーのラメにですね、オーロラのラメをこんな風に少し混ぜ合わせておいてください。はい、こんな感じです。それでは早速メインの薬指からやっていきたいと思います。先ほど作ったシアーカラーのボルドーから塗っていきたいと思います。まずはこのカラーを薬指にですね一層綺麗に塗っていきます。こんな感じで少し透けるような感覚で塗っていただければ大丈夫です。ここで少しポイントなんですが、濃いカラー同士を合わせていくとき、シアーカラーで作っていただくと馴染みが良くなってきます。では早速濃いカラーでですね根元グラデーション作っていきます。まずはこんな感じで少し多めにですね、できるだけジェルを取っていただいて、こんな感じで根元のところをキューティクルに迫るような感覚で、こんな風にまずジェルを伸ばしていきます。根元のキューティクルのラインに色を入れるような感覚で伸ばしていきます。根元のキューティクルライン U の字になるような感覚でカラーをまず入れていきます。でこんな風に置いていただいたら、続いてですね、一度筆についているジェルをですね取り除いていただいてから、この先ほどこの U の字にのせたところのこの内側の部分ですねのところを、このように筆を縦に動かすような感じでトントントンとなじませていきます。この根元グラデーションを作っていく時の伸ばしていく幅なんですけれども、ここをポイントになってくるんですが、グラデーションを伸ばしていくバランスなんですけれども、爪に対して4分の1もしくは4分の2ぐらいでぼかしていくのが綺麗に見えてくる幅だと思います。今回のように濃いカラーをですねグラデーションで合わせていくときは、濃いカラーの部分がですね4分の1ぐらいになるようにカラーを置いて作っていただけると、見栄え的にはかっこよく仕上がってくると思います。あまり濃い部分がですね、たくさん出すぎてしまうと、やっぱりちょっときつくなってしまうので、私のこれは感覚なんですが、4分の1ぐらいが濃い部分ですね、出るような感覚で作っていただくといいと思います。で、その4分の2ぐらいの幅でですね、薄い部分も合わせてぼかしていけるといいと思います。はい、こんな感じです。そしてもう一つ濃いカラーのグラデーションを作った時ですね、こんな風にスタッツなどでですね、根元のところにアクセントをつけてあげると、濃いカラーの根元の部分がより引き締まってすごくかっこよく仕上がってくると思います。はい、こんな感じです。スタッツを3つ入れるだけでとっても映えるデザインになってきます。はい、こんな感じでトップジェルでコーティングしていきます。これが最終的なトップジェルのコーティングになってきますので、光のラインが綺麗に通るようにコーティングしていってください。根元グラデーション綺麗に仕上げるためには、いかにトップジェルをですね、光のラインが通って綺麗に仕上げていけるかで、綺麗なグラデーションがより引き締まってくるので、綺麗にコーティングできるようにしてあげてください。終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形を整え、最後に艶出しを塗っていただいたら完成です。濃いカラー同士シアーカラーで仕上げていただくと綺麗に馴染んできます。
では続いて中指です。ここの中指に入れていく根元グラデーションのカラー、ピンクベージュのカラーになってくるんですが、これが一番スタンダードのカラーだと思っていただいて大丈夫です。オフホワイトのカラー一層塗っていただいて硬化していきます。では早速この先ほど作ったカラーでですね、グラデーションを作っていきます。だいたい筆にですね、これくらいの量まず取っていただいて爪にのせていきます。基本は先ほどの濃いカラーと同じなんですが、まずはですね、たっぷりめに取っていただいて、いただいたジェルをと根元にですね、あの U の字を描くような感覚でカラーを伸ばしていきます。根元のキューティクルのラインをしっかりですね、色を塗るような感覚で伸ばしていきます。そして基本的には何層かに分けてグラデーションを作っていくと作りやすいので、まずは薄めのカラーを伸ばしていきます。先ほどのせたカラーをですね、できるだけ薄めに伸ばしていただいて、とまだ薄いんですけれども、薄いなりにこの根元のところですね、しっかりと色を入れるような感覚でこんな風に伸ばしていきます。カラーを入れて内側の部分だけジェルを触っていくような感覚です。はい、こんな感じで一度硬化していきます。これも基本的にバランスとしては4分の1を濃い部分ですね、で4分の2ぐらいで、2ぐらいの幅で薄いところもですね、ぼかしていけるといいと思います。だいたいこれくらいで見ていただくといいかなと思います。何層かに分けながらぼかしていくんですが、硬化を繰り返してしまうと結構層ができてしまいますので、硬化の前にですね、何度かカラージェルを足していただいて、そうすると自然に馴染んできますので、それを繰り返しながらの根元のところしっかり色を入れつつというような感じでやっていただくといいと思います。はい、こんな感じです。はい、こんな感じがですね、基本的なスタンダードのカラーなので、ピンクのカラーとっても馴染みやすいと思うんですけれども、さらにですね、少しアクセントとして根元のところにですね、こういったゴールドラインを入れていくと引き締まりが出てきます。これだけでも十分綺麗なんですけれども、根元グラデーションは本当にポイントとして、カラーの始まり、根元のところにですね、こういったようにゴールドラインだったりとか、スタッツ、ストーンなどでアクセントをつけてあげると、グラデーションがすごく引き締まってきます。はい、こんな感じで仕上がったらですね、トップジェルでコーティングしていきます。綺麗に光のラインが通るようにコーティングしていくことが、グラデーションを綺麗に見せるポイントになってきます。硬化が終わったら未硬化ジェルを拭き取っていただいて、形まで整えていきます。最後にツヤ出しを塗っていただいて完成です。通常の先端からのグラデーションに比べると、根元グラデーションって少しぼかしが難しくなってくるんですけれども、このようにピンクのカラーですね、ベージュを交えたカラーで作っていただくと馴染みやすいので、このカラーをベースにやっていただくといいかなと思います。では続いて小指です。ここもですね、ベースのカラーは同じようにオフホワイトのカラー一層塗っていきます。このオフホワイトのカラーをベースに、ここにはですね、少し濃いめの根元グラデーションのカラーを合わせていきたいと思います。硬化が終わったら早速ですね、カラーグラデーションをやっていきたいと思います。まずは先ほど作ったこの少し薄めのボルドーのカラーですね、これくらい筆に取っていただいて、先ほどと基本は同じになってきます。キューティクルのラインですね、根元のところ U の字になるような感覚でカラーを入れていきます。薬指の時はベースのカラーが濃いめに、濃いカラーをですね、グラデーションを作っていたんで問題なかったんですけれども、今回はですね、ベースになってくるカラーが淡いカラーに濃いカラーを合わせていくので、本当に正反対の色になってきます。なので濃いカラーをいっぺんにグラデーションを作っていくのは難しいので、まずはですね、この薄めのボルドーのカラーを使ってですね、グラデーションを作っていただいて、もうその後にですね、濃いカラーを足していきますので、2色のカラーを使っていくと思っていただいて大丈夫です。ポイントです。基本的に濃いカラーは2色のカラーを合わせていきます。そして薄いカラーのベースに濃いカラーを合わせていく、今回のようなケースの時にはですね、
グラデーションを伸ばしていくバランスとしては、先ほどは4分の1とか4分の2のバランスになってくるというふうにお話をしてたんですけれども、ここに関しては3分の2ぐらいの幅でですね、グラデーションをぼかしていけるといいと思います。3分の2なので、先ほどと違ってですね、この爪をこう3等分にしていただいて、本当に半分より下にですね、カラーがいくような感覚で伸ばしていくのがまずは基本になってきます。それでまず薄いカラーをですね伸ばしていただいて硬化をして、その後にですね濃いめのカラーを同じように足していくような感覚になります。そしてもう一つポイントとして、ぼかしていく時のコツとして、筆を寝かしていただいて筆を動かすのではなく、トントントンと叩くような感覚でぼかしていきます。そしてぼかしていく部分はあまり触りすぎないのがポイントです。そしてさらに濃いカラーに関しては、特にですね根元のラインに関してしっかりとカラーを入れていくのがグラデーションをきれいに見せていくポイント、そしてコツになってきます。今回のような濃いカラーはだいたい2回かもしくは3回に分けてぼかしていけるといいと思います。はい、こんな感じなんですが、ここもですね同じように根元にゴールドなどを入れていただくと、もっと引き締まりが出てきますので、ここにはカーブバーをこんな風に入れていきます。はい、こんな感じで最後にですねトップジェルコーティングしていきます。ここでもしっかりと光のラインが通るようにきれいにコーティングしていってください。そしてカーブバーの時ですね、特にこのカーブバーからカブバのこうすぐ下のところですね、くぼみが出やすいので、そこをくぼみ出ないようにトップジェルですね乗せていただいて、綺麗な光のライン出してあげてください。効果が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形を整え、そして最後にツヤ出しのトップジェルでさっさと塗っていただいてコーティングしていってください。はい、こんな感じで濃いカラーのグラデーション完成です。先ほどとはちょっと違ったバランスですね、3分の2ぐらいのぼかし、こういったバランスの根元グラデーションもとっても素敵です。それでは続いて人差し指です。ここにも同じようにオフホワイトのカラーベースにですね一層塗っていってください。硬化が終わったら、ここにはですね先ほど準備したラメをミックスしたものでですね根元のグラデーションやっていきます。根元グラデーションカラーだけでなくラメでやることもすごく多いので、ラメのグラデーションも基本として今回ですねご紹介していきたいと思います。同じようにある程度ですね塊で取っていただいて、根元のところに U の字を書くような感じで、こんな風にですねだいたいこれくらいの太さで大丈夫です。これくらいで U の字書くようにラメジェルを置いていきます。同じように根元キューティクルのラインにしっかりですねラメを入れるような感覚で、こんな風にジェルを置いていただいたら、筆からですねラメを取っていただいて、カラーと同じなんですがこの内側の部分をこんな風に引っ張るような感覚でラメを散らしていきます。この時にラメを散らしていく時のポイントです。単純にラメをですね引っ張っていくのではなく、両サイドのところですね、そして真ん中のところというような感覚で、山の感じをですね逆にするような感覚で、両サイド真ん中というような感じで、そこをめがけてラメを伸ばしていくといいです。カラーでもそうなんですが、このラメは特にですね散らし方によっては本当に直線になっているように見えてしまったりするので、はっきりと両サイドそして真ん中というような感じで分けてラメを散らしていくことがおすすめです。その3箇所がですね一番ラメがこう飛び出ているような感覚で思っていただくといいと思います。そしてこのラメの根元グラデーションですね、通常のカラーの根元グラデーションに合わせて一本外しなどでこんな風に入れていただくと、とっても素敵にバランスよく仕上がってくると思います。はい、完成です。では最後に親指です。ここも同じようにオフホワイトのカラー、まず一層塗っていきます。はい、こんな風に塗っていただいたら硬化していただいて、早速ですね濃い茶色のカラー、こんな感じのキャメルの濃いめのカラーですね、これを
根元のグラデーションにやっていきたいと思います。だいたいまた筆にこれくらいの量を取っていただいて、通常通り根元のところに U の字を描くような感覚で色を入れていきます。今回も濃いめのカラーをグラデーションで合わせていきますので、バランスとしてはだいたい3分の2ぐらいでぼかしを入れていけるようにしていただくといいです。まずは薄めにですね、こんな風に塗っていただいたら、硬化をしないでですね、またさらにジェルを足して同じようにぼかしていきます。内側の部分ですね、ジェルをこうトントンと叩くようなイメージで伸ばしていきます。でこんな感じで硬化していただいて、少しムラがあるのがわかると思うんですけれども、これが今回のポイントです。濃いカラーって本当にぼかしが難しかったりするので、だいたいこんな風にですね、大まかに少しムラができるような感じでですね、ジェルを置いていただいて、あとはごまかしの感覚でラメをこんな風に根元に散らしていくと、濃いカラーのグラデーションでもですね、上手にカラーをしっかりとカラーだけでですねできなくても、ラメを入れていただくことによって綺麗なグラデーションに見えてきます。アクセントとしてもすごくいいんですけれども、なかなかまだ濃いカラーでですねグラデーション難しいという方に関しては、こんな風にラメでぼかしを入れていくような感覚ですね、ごまかしでやっていくという感じで作っていただくといいかなと思います。ここもですね、こんな風に綺麗にトップジェルコーティングしていただいたら、形を整えて最後にですね艶出しさっさと塗っていってください。濃いカラーを合わせていきたいけどやっぱりちょっと難しいなといった時ですね、こんな風にラメを合わせていただくといいと思います。ベースのカラーが意外とムラであっても綺麗に見えてくるので結構おすすめです。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。根元グラデーションのやり方5種類ご紹介させていただきました。中指のようなスタンダードなカラーで練習をしていただいて、上手にできてくるようであればだんだんと濃いカラーにしていっていただいてという風にやっていただくと練習にもなってくるかなと思います。そしてこの人差し指のようにラメの根元グラデーションも入れていただけると、アクセントとして使っていけるので、この5種類マスターできるとどんなデザインでも使っていけると思います。ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は根元グラデーションのやり方5種類ご紹介させていただきました。でこの5種類をですねマスターしていただくと、どんなカラーにでもですね、どんなこうバリエーションにでもやっていけると思いますので、ぜひこれで練習していただけるといいかなと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。続いて我が家のちょっとした出来事です。前回に引き続き和歌山の熊野古道に行ったついでに、和歌山といえばアドベンチャーワールド、2年ぶりに行ってきました。前回は下娘も1歳だったこともあり全く覚えていないので、今回が初めてのような感覚でとても楽しそうでした。去年の夏ぐらいからずっと下娘が動物さん行きたい動物さん行きたいとずっと言っていたので、やっと連れてこられたんですけれども、実際の迫力ある動物を見ると怖くなってしまったようで、キリンの餌やりも中娘が張り切ってあげているばかりで、下娘はもう全く嫌だ嫌だと言ってあげないんです。その分中娘が独り占めできて楽しそうだったんですけれども、続いてこのサファリパークを一周できるモノレールみたいなやつですかねに乗った時に、これは肉食コーナーも行けるということで、旦那がもう中娘にはもう騙しが効かないので、下娘をもう本当に冗談で怖がらせてばかりで、下娘はリアルに騙されるので本当にシュンとしながら、この電車にですね乗っている時にちょっとでも私が喋ろうとすると、ママ静かにして動物さん来るからなんて、そんな風に怖がっていました。面白いようでとても可愛かったです。そしてその後に子供用のゴーカートに乗って、下娘も機嫌を取り戻したんですけれども、写真撮りたいからゴーカートに乗って本当に乗ってる感漂わせてみたいな感じでお願いをしたら、全く動いていないゴーカートなのに、なんともまあ息ぴったりの2人、右
左とやるタイミングが一緒で、これには本当にとっても笑えてしまいました。動いてないのに動いてるようにも見えますよね。とってもいい記念写真になりました。そんなこんなの慌ただしい休日でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。